今回はウォーキング50分をたったの1分で同じ効果が得られるウッドやじろべえを紹介していきます。いろんなやじろべえがあるんですけども、今回少し難しいバージョンになるので、過去にいろんなやじろべえやったよって方はぜひチャレンジしてみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ウッドやじろべえというのを紹介していきます。このやじろべえ、いわゆる片足立ちでバランス取るだけなんですけども、これがめちゃくちゃ効果的なんです。なぜかというと、片足立ちになることによって、3倍の負荷がかかるので、下半身の強化になる。なぜ3倍って思ったかもしれませんが、両足から片足になるだけ、2倍じゃないのって思うかもしれません。ですが、片足になることでバランスが崩れるので、そこをバランス取るために、さらに負荷が加わるので、3倍と言われてます。そして、片足立ちになることによって、股関節が緩むので、骨盤矯正になります。足の筋力を鍛えられることによって、基礎代謝のアップ、脂肪燃焼効果が上がって痩せやすくなります。足をついてバランスを取ることによって、ふくらはぎを使いますので、足の冷えやむくみ改善にもつながります。各足たったの1分だけです。歩く時間ないよ、たくさん歩くより効果的な方がいいよって方は一緒にやってみましょう。それではウッドやじろべ紹介していきます。ウッドやじろべというと、簡単に言うとヨガの木のポーズの由来なんですけども、実はこれって体がこっちに動いてしまうので、足の裏の重心が外側にかかってしまって、もともと立ってても外側に重心かけてしまうよって方にはあまり効果的じゃないんです。それで今回は片足になるだけではなくて、さらに弱い中殿筋と小殿筋を鍛えることによって、しっかり下半身が強化されて痩せやすい体が作れます。どうするかというと、軸足はつま先を開きます。足は木のポーズのようにつけずに上げときます。で、できればこの足を横に動かしてください。つま先開いて足を開くことによって、股関節が外旋されて、弱い中殿筋、小殿筋、大殿筋、ももの前後ろをしっかり鍛えることができます。そして上げてる足、ももを上げるときに大腿直筋を使ってます。ここは足が筋肉質で太くなりやすいよって方には鍛えてほしい部位です。上げてる足も効果的に鍛えられてます。これをこういう感じでバランス取ってください。バランス崩れたら足をつくだけではなく、バランス崩れたら四股を踏んで帰ります。あ、やばいってなったらしゃがみます。で、立つ。1分頑張ってみましょう。それではいきます。スタート。軸足はつま先を開いて、できればもも水平にして横に振ってください。もし足だるくなったら少し下げてもいいです。おっとっとっと、バランスがいる。気をつけてください。もしね、動きに慣れてくると手は振らずに足だけ、これさらに辛いです。こういう感じで難しい人は上半身を振りながらバランス取ってください。あー、結構足の裏がきつい。反対の足はね、少し曲げた方が効きます。バランスいる。もう少しです。おっとっとっと、よーし、オッケー。さあ反対です。あー、結構足裏きてる。足裏頑張っていきましょう。軸足開いてスタート。これがね、またね、反対足にした瞬間一気にバランスがね取れにくくなりますよね。きついですよこれは。おっと、あー、今もうね、さっきやった足の裏がジンジンしてる。うわー、こっちはむずい。っていうか腰が痛い、やばい。腰痛発症。痛い。おっ、よっ。バランス崩れたら四股ですよ。あと少しですね。よっしゃ。ああ、いや本当にね、これ結構きつい。皆さんどうですか？結構きつい、マジで。ああ、太ももとお尻効いてる。ふくらはぎも効いてる。よっしゃ、オッケー。ああ足がだりー。ゴキブリ体操
ゴキブリ体操。お疲れ様でした。どうでしたか、ウッドヤジロベ。足を動かすことにて結構難しかったと思います。やってみてね、いろんなヤジロベやって、それに比べると楽だったよとか、きつかったよとか、よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。